モルコンフォートの同系船、AAPL ポーランドモルコンフォートは、三菱重工業長崎造船所で2008年に建造され、ウラルコンテナキャリアーズが所有し、商船三井が運用していたバハマ船籍のコンテナ船である。2013年6月17日ドバイ時間の7時頃に、インド洋をシンガポールからサウジアラビア実態へ向け航行中。 北緯12度30分統計60度付近において、船体中央部に亀裂が発生し自力航行不能となり、前後2つの部分に破断して、漂流をはじめ、後半部分はドバイ時間6月27日11時48分頃に、前半部分はドバイ時間7月10日23時頃に、それぞれ沈没した。モルコンートは、三菱重工業長崎造船所において、 同系船6隻及び純同系船4隻と共に建造された。当初は APL ロシアという船名であった。2007年8月23日に寄港し、2008年3月8日に浸水し、2008年7月14日に竣工した。商船三井が保有し、アメリカンプレジデントラインズが運航していたが、2012年1月にモルコンフォートに解消し、 商船密井による運航に変更された。2013年6月17日ドバイ時間の7時ごろコンテナ4382個を搭載して、シンガポールからジッタに向けて、公天のインド洋を航海中、イエメン沖約200海里の北緯12度30分、統計60度付近において、船体中央部に亀裂が入って浸水し、自力航行不能となった。乗組員26人は、 救命ボートで退避し、インド沿岸警備隊ムンバイ管区から連絡を受けた、付近を公開中のヤンチアンエクスプレスに全員が救助され、スリランカのコロンボへと運ばれた。その後、縦方向にヘの字型に折れ曲がった船体は、前後二つの部分に破断し、前半部、後半部ともに多数のコンテナを乗せた状態のまま、インド洋を東北東方向に漂流した。 運航者の商船三井では、救助業者、スミットサルベージシンガポールと契約して、船体の栄光を試み、6月24日に、現地に栄光作業船が到着して作業が開始された。しかし、後半部分は6月27日ドバイ時間11時48分、頃、北緯14度26分、東計66度26分付近の、深さ約4000メートルの航海において沈没した。 前半部分については栄光作業をしていたが、7月1日に一度栄光作が外れ、翌日に復旧して栄光を再開した。そして7月6日ドバイ時間4時半頃に前半部から出火し、商船三井が契約していた救助作業者の船に、加えてインド沿岸警備隊の巡視船が加わって、消火活動をしたものの、甲板上のほぼすべてのコンテナが焼損した。そして、 火災の進行により傾斜が進展して、ドバイ時間の7月10日23時頃に、前半部分も、北緯19度56分、計六65度25分付近の、深さ約3000メートルの公海において沈没した。乗員は全員救助されたものの、破断直前の湾曲した船体や破断した船体が、漂流する様子、傾いた後半分が荷崩れを起こしながら沈む、様子、 火災を起こして、黒く焼けただれた前半部などが撮影されており、日本の造船所で建造され、竣工から5年も過ぎていない大型コンテナ船がま、ぶたつに、折れて沈没するという衝撃的な事故となった。この沈没事故を受けて、運航者の商船三井、建造者の三菱重工業、選級協会の日本海事協会は協力して、原因究明に当たった。 しかし原因の特定に時間がかかると判断されたことから、モルコンフォートの同型船6隻について、船体にかかる負荷の軽減を図る運航上の配慮を行うとともに、国際船級協会連合の定める基準の2倍の強度を確保するように、船体構造の強化工事を行うことになり、これらの船を順次運航から外す方針となった。2013年8月に、 コンテナ運搬船安全対策検討委員会が設置され事故原因の推定と再発防止策の検討を行った。同年12月に中間報告書が2015年3月には最終報告書が公表されている。最終報告書によれば船体の変形、破断は船体中央部船底二重艇の外反から始まり、 亀裂が船底部から上部に向かって広がっていき、肌に至ったとされた。事故の原因については、モルコンフォートは強度の安全基準を満たしていたものの、波の衝撃で生じる船体振動による力による、船体への負荷増大と、横方向から船体に加わる力による船体の、縦方向の強度低下が発生し、船体にかかる荷重が、船体の強度を上回って事故が発生したと、 結論づけた。波の衝撃で生じる船体振動による力と横方向から船体に加わる力は従来の安全基準では考慮されていなかったものであり、最終報告書では検査規則をこれらの力を考慮したものに改めるよう求めている。船の大きさは全長316メートル、幅45.6メートル、喫水14.535メートル、 深さ25.0メートル、登録総トン数86,692トン、最下重量トン9613トンである。機関は、三菱重工業神戸造船所製のディーゼルエンジン1機を搭載し、62,920kW102 回転、踏んで、速力25.25 25ノットを発揮する。搭載能力は 8,110TU である。コンテナ船では、 コンテナを搭載するための大きな開口部を有する関係で船体を曲げる力に対抗する構造部材は少なく船体上部に大きな負担がかかるのが必然となっていた船の大型化が進行するにつれて鋼材の厚さが増していき人生の低下を招いて構造の信頼性低下を招く恐れがあったそこで強度の高い鋼材が用いられるようになり年月に 就航したモルクリエーションでは世界で初めて従来に比べて2割ほど強度を高めた幸福応力 47kg フォース平方ミリメートル急行板を船体上部構造に採用した。これにより軽量化と低重心化を達成しコンテナ搭載数の増加とバラスト水搭載量の低減により経済性を向上させた最新鋭のものとなった。 モルコンフォートはこのモルクリエーションの同型線であった。モルコンフォート破断沈没事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。